美少年、ジャニーズジュニア、佐藤龍我が、ドラマ8、弁護士ソドム、金曜午後8時、の5月5日放送、第2話から、レギュラー出演することが分かった。また、同話には、トロサーモン、久保田和信がゲスト出演する。ソドム、とは旧約聖書に登場する町の名前で、災害、や、悪徳、の象徴とされる言葉。福士蒼汰が主演する、弁護士ソドムは、ソドムと呼ばれる型破りな詐欺加害者専門弁護士が、周りから弱者を食い物にする詐欺加害者の味方をし裁判で勝たせていく、脚本家、泉沢陽子氏による完全オリジナルストーリーのスリリングなリーガルサスペンスだ。バル、小田切翔、福士は、詐欺加害者専門の弁護士。金にならない仕事は全く引き受けない。刑事弁護を儲からない仕事とけなし、民事弁護を中心に活動している。詐欺加害者を弁護するということは、騙された弱者ではなく、騙した側に味方するということ。その人道に基るやり方や、強引な手法、背金主義から、法曹界では悪徳弁護士、別名、ソドムという忌まわしい名前で呼ばれている。しかし、詐欺師を専門に弁護するという人道に基るような仕事を選ぶのは、ある目的があったからだった。バタルが詐欺加害者専門の弁護士になったのはなぜか。彼の真の目的とは、第2話では、篠崎誠、伝伝が事務所を閉じることになり、弁護士、若松まどか、権利は新たな事務所へ。だが、そこは詐欺被害者を弁護したいまどかにとって、最も許しがたい相手、わたるがいる事務所だった。さらに、弁護士を目指すきっかけになった女性が、わたるの母、翔子、坂岡咲、だと判明。そんな二人が思いがけずコンビを組むことになる。その矢先、わたるのもとに、特殊詐欺に関わった大学生、久保寺治、佐藤、の弁護依頼が舞い込む。バル、第2話から新レギュラーキャストで登場する佐藤が演じるのは、あることをきっかけに闇バイトに手を染めてしまう、家族思いの大学生、おさむ。佐藤は、台本を読んでいるだけでとてもドキドキして、どう解決するのか、次はどうなってしまうか、と次の話も気になりました。予想をはるかに超えてきます、とコメント。続けて、共演者については、芝居のお話をたくさんしています。クランクインの時、緊張していたのですが、蒼汰さんと源里さんがお話してくださって緊張がほぐれました。蒼汰さんとは芝居のお話をしたり、芝居のアドバイスなどもしてくださって、本当に優しいです。温かい現場でとても楽しく撮影しています、と語り、現場の様子を伝えた。また、自身の役柄に関しては、見た目の派手な金髪です。打ち合わせの時に、髪型はどうしようか、となっていて、及川拓郎監督が、金髪いいじゃん。よし、それで行こうと言ってくれました。性格は家族思いで、何よりやんちゃです、わら、と明かし、見ていてハラハラドキドキすると思います。皆さんも、どう解決するのか、何が正義なのか、悪なのか、いろいろ考えさせられる作品です。面白いのでぜひご覧ください、と呼びかけている。そして、リクルーターの詐欺師、木崎にふん、ふん、する久保田は、俺にこの役、シンデレラフィットだなと思いました。男前の俳優さんがいたので、死ななくガツガツ喋っていたら、福士蒼汰くんでした。すごく素敵な人でした。アスファルトに投げつけられるシーンがあります。みんなクッションなど地面に敷きますが、私は何もありません。怪我したら、また呼んでもらえると思いました。とエピソードを披露しつつ、視聴者に向けて、一言感想をつぶやいてほしい、とアピールしている。なお、YouTube テレビ東京公式ドラマチャンネルでは、第1話を期間限定公開することが決まった。散りばめられた伏線や華麗なる詐欺師への逆襲、盛りだくさんの第1話。こちらで見ると新たな発見があるかもしれない。